いなあ田岡一五郎は寝床の中でシミの浮いたお長屋の天井を見ながら両手を頭上に大きく広げた朝目覚めるといつも同じ言葉が口から出てくる特に非番の日がそうなのだ西国の田舎の藩から憧れの江戸へ出てきてもう4ヶ月 生まれてこの方、これぐらい気楽な日々を過ごしたことがない。勤務は月のうちわずか8日。殿様の富士の外出のお供などで10日ぐらいになることはあるが、それにしても暇だ。さて、今日はどこへ行こうとつぶやいてみる。行き先は前日にもう決めているのだが、 つぶやくのが楽しいのである。上野の寛永寺と広子寺、神田明神下、芝の増上寺、日本橋の界隈などは見物を済ませた。今日はちょっと足を伸ばして、両国広子寺と隅田川を越えて深川八幡宮へ行ってみようと思っている。山口育ちなので歩くのは苦にならない。 足も早い。起き出して寝床を畳み、自分で押し入れに始末する。階下へ降りると、台所の脇の小部屋に朝毛が用意されていた。飯炊き女はいない。お長屋住まいの同僚が三人で組んで、下働きの女一人を雇っている。女はお長屋の三軒を駆け回った。 朝夕の食事の支度をする。三軒といっても、金板侍のお長屋は胸続きで、侍たちは二階の一室に寝起きしているのだが、それでも格好だけの玄関はついている。田岡一五郎は、納豆と味噌汁の際で麦入りの飯を食い、二階へ戻って身支度をすると、すぐに外へ出た。 隣室の竹森伊代夫と玄関先で顔を合わせた。お主、今日もどこぞへとかけるのか伊代夫が一五郎の姿を見て呆れ顔で言った。うん、深川八万へ参詣してくる。深川丘場所で女でも買うつもりかいや、見物じゃ。では、 一五郎、安女郎には気をつけろ。鼻が欠けたら物笑いぞ。伊太夫の嫌みを背中に聞き流して判定の門を出た。金番侍の多くは、はじめの二三ヶ月こそ物珍しさに遠出するが、すぐに飽きてしまい、お長屋で終日ごろ寝しているものが多い。 脱出すると金がかかるせいもある。竹森伊太夫は年齢も三十半ばで二度目の江戸金版だ。ろくに外出しないのは藩から支給される江戸淵をがっちり貯めて国元へ持ち帰るためらしい。その気持ちはわかるが、生涯で滅多にはない江戸住まいではないか。 一度ぐらい国元の煩わしい生活をきれいさっぱり忘れて、解放してもらっても罰は当たるまい。田岡一五郎は最国の中所の藩のお価値である。家禄は三十五国八度で、家族は妻子三人、母親と兄弟二人の七人暮らしだ。もちろん生活は苦しい。 国ではつつましく暮らしてきた。しかし、江戸淵まで溜め込んで帰ろうとは思わない。江戸住まいに浮かれて多額の借金を抱えて帰国する者も,も少なくはないが、一五郎はその辺も心得ている。脱出するにも途中で料理屋に入ったり、水茶屋で休んだりするから費用がかさむのだ。 外出の折には安いそばなどを食えばよい喉が渇けば銭湯に飛び込む水茶屋の休憩とさして変わらぬ値段で一風呂浴びた上にゆっくり茶が飲める両国広小路へやってきたのは昼前だった芝居や曲芸相撲などの掛け小屋が立ち並びびびっくりするほどの人出で 国元のの年に一度の祭礼を思い出す。芝居の掛け小屋が打ち鳴らす小太鼓の音につられて一五郎は一軒に入ってみた小太鼓の音がおででこおででこと聞こえるのでおででこ芝居と呼ばれる安芝居だが一五郎は知らない出し物は「中心いろはの軍旗とかいう中心蔵の焼き直しで 奏本中心蔵の四段目と十一段目を次合わせたもの。ひどい芝居だった。浅野匠の神が切腹し、大石倉之助が男泣きする終端場が第一幕で、次にはもう四十七士のち入りとなる。ち入りの段では役者の数が足らぬらしく、同じ役者が出たり入ったりして、四十七人の人数を合わせる。 それでも一五郎は面白く見た。とにかく何を見ても珍しくて楽しいのだ。二十七歳にもなる祭子持ちの武家であることを、江戸へ来て以来一五郎は忘れている。悪いが祭子や親兄弟のことなど思い出しもしない。江戸と国元とは旅帝で二十日以上の距離がある。 思い出して心配したところで、おいそれと帰れる近さではない。その諦めが解放感につながっているようだった。芝居小屋を出てもまだ日は高い。蕎麦屋で空腹を満たそうと思い、一五郎は雑踏の中を歩き出した。その時前方の人並みの向こうから大声が上がった。スリだー つかめてくれー人の輪をかき分けて一人の男が走ってくる。頭頂を青くそった前髪姿のデッチ小僧のような少年だ。その後から刺し子番店に桃引きの若い男が追ってきて、つかめてくれーと叫んでいた。江戸の群衆は冷たいものだ。少年の走る道からみんなそれて、 立ち止まって見物している。田岡一五郎はとっさに少年の行く手に立った。路上で老関者に出会った場合のこれは武士としての足並みである。避けてはならないと教えられている。走ってきた少年は一五郎に遮られて頭から体当たりしてきた。素早く体をひねって一五郎は少年に足払いをかけた。 桃引きの若い男が倒れた少年のそばに駆けつけてきた。この野郎とその襟髪男が掴んだとき、少年は半身を起こしてあぐらをかき。なんでなんでと開き直った。十四五歳に見える子供にしては態度が嫌に太とぶとしい。おいらが何をしたと言うんだよ。大声出しやがって、この町に足。 若い男が目をつり上げて、ふざけるな、このガキ。と怒鳴りつけ、右手の剣で少年の頭を殴った。さあ出しな。ご隠居の財布だ。財布知らねえな。俺っちの体を探ってみたらどうで。少年は着物を自分で履いて上半身裸になった。若い男は少年を黙って見つめ。 それから視線を一五郎へ向けた。田岡一五郎は、ちょっと道脇へどいて、二人のやりとりを面白く見ていたのである。お侍さん、ちょっとごめんなすって。若い男は一五郎のそばへやってきて、袖のあたりへ手を伸ばした。ごぶれもしやすよ。左のたもとへ手を入れて、巾着を取り出し、少年のもとへ戻り、 そうなやろ。これはなんで少年は目を伏せた。知らねえや。その三品の巾着だろふざけやがってと若者はいい、襟紙を掴んで立たせ。おめえいくつだ十三だよ。十三ほんとかよ。 と少年は急に子供じみたか細い声になった。今日のところは勘弁してやら、とっととうせろ。若い男は少年の顔を平手で張った。少年がダットのように駆け出していくのを男は下打ちして見つめ、それから一五郎のもとへ引き返してきた。おかげさまで、ありがとうございました。 一五郎は顔を赤くしていた。いつの間に巾着を左のたもへ放り込まれたのか全く気づかなかったのである。お恥ずかしい。と一五郎は言い、男に背中を向けて歩き出した。これでも国元では安倍流の目録を取った剣士なのである。 たくもう。と一頃を歩きながらつぶやいた。安倍流が泣くぞ。なんという集体か。深川へ足を伸ばす気もうせ。今日は判定へ帰ろうときびすを返したとき、後ろから呼び止められた。先ほどの若い男だった。その背後に、 ズキンをかむった十徳姿の老人と、十四五歳かと見える若い華やかな娘が佇み、笑顔を向けている。ご隠居が、と若い男が老人を振り返って一五郎に言った。お礼に一根差し上げたいと申されやして、よろしければちょっとお付き合い願いたいんで。遠慮したが、 男は粘り強く一五ゴロを誘い、結局は連れ立って付近の料理茶屋へ案内された。うなぎを食わせる店らしい。さらに山のように盛られた蒲焼きは、一五ゴロの国元のそれとは違う油抜きの白焼きで口当たりがあっさりしていた。うなぎだけではなく、茶碗蒸しや鯉の洗い、旬の野菜。 水物などが次々と出てきて、昼寝にしては贅沢この上ない。江戸へ来てこんなにうまいものを口にするのは初めてだった。遠慮しようにもできない。一五郎はたらふく地層になった。六十代も半ばかと見える上品な老人は、 ほとんど箸をつけず、酒好きの酒を舐めながら、時々話しかける。そうですか。最国の九州からおいでになった。江戸はいかがですゴミゴミして人が多く、さぞ呆れておいででしょう。先ほどのように悪い奴らもいる。 そんなことはないと、せっせと料理を平らげながら、一五郎は言った。毎日が祭りのようで、こんなに楽しい思いは初めてです。今日は、深川八幡へ参拝するつもりでした。参勤交代の殿様の友をして初めて江戸へ来て四ヶ月。非番の日には名所見物に歩き回っていることを一五郎は告げた。 酒が入ったので日頃の正直がそのまま口に出て、一日百二十文の小遣いと費用を決めて歩いています。わずかな江戸口ではこんな贅沢なものは口にできぬ。それでも結構楽しんでいます。百二十文老人は驚いたらしい。素朴な一五郎に俄然好意を持ったようだ。 同席の反転もも引きの若い男に向かい。深川見物に来たとおっしゃる。お前さん、これからご案内しておあげ。費用は構わぬ。楽しい思いをさせてあげなさい。へいと若い男は嬉しそうな顔をした。お武家様、この男は忠児と言いましてな。 深川の勇です。勇火消しの飛び人足ですよ。江戸では仕事師とも呼んでいます。深川見物なら、この男に任せておけば安心です。ゆっくり楽しんでくださいよ。老人は料理をほとんど残して席を立ち。忠治、お前さんに任せたよ。 若い娘を促して先に帰ってしまった。中児は老人を見送りに出て小座敷へ戻ってくると、お侍さん、藩のお屋敷のご門限は何時ですかと一五郎に聞いた。五つだが五つ。と中児はあぐらをかいて首をかしげ。 お屋敷が外桜田だとすると、ちょっと時間が足りねえなあ。とつぶやき。なんとかならねえんですかせめて四つ頃まで。今からじゃ、楽しい思いはちょっとねえ。大丈夫だろう。脇門はその頃まで開けてくれる。そうですかい。決まった。途中時は両手を打ち鳴らし。 では出かけましょう。さっと立ち上がって一頃を促した。深川富吉町の中児の住む裏長屋へ二人が肩を組んで帰ってきたのは六時半頃だった。旦那、足の住みかでさ、遠慮することやねって。 判定へ戻るという一五郎を酔った忠司が強引に誘ったのだ。これでもね、胸割り長屋ではない、劣気とした割長屋でさ。六畳一間の狭い家である。細長い家を輪切りにして仕切ったような造りだ。一五郎も酔っていた。江戸の町人の住まいへ入ったのは初めてだ。 一音入りしませんかまだ時間はある。それとも一杯ありますかもういい、酒は十分だといい、一五郎は赤茶けた畳に横たわった。天井が揺れて見える。どうしてこんなことになったんだろうと、半ば夢見心地だった。深川見物に案内するというから、 八万ぐえ行くのだと信じていたところ、お宮の前は素通りして、忠司が連れて行ってくれたのは、怪しげな茶屋だった。お侍さん、ここは穴場なんでさ。素人は門前仲町や土橋にせっせと通いますがね。こんないい子供たちがいるのは入り船町でさ。昼遊びは銀十門目。 安いもんですよ。子供たちというのは、二人の座敷へやってきた将棋たちのことらしい。早速酒になり、小半時も飲んだ後。さ、あは消えやすよ。この子供は起きぬと言いましてね。お侍さんには似合いですよ。せいぜい楽しんでおくんなさい。 宇二は自分の女を連れて別の座敷へ去った。そんなつもりではなかったと今更言っても始まらない。二十二、三歳かと思える中土島の将棋に促されて、一五郎は隣室へ行き、ついたて屏風の陰で生まれて初めて江戸の女を抱いた。いや、抱かれたと言った方がいいかもしれない。女は、 紫ちりめんの着物の下に真っ白な下着を二枚重ねに身につけていて、くるくると手際よく帯を解き、ぼんやりしている一五郎を誘った。衣服を脱いで女の横に滑り込み、寝具の中で足を絡み合わせたとき、安女郎には気をつけろ。鼻が欠けたら物笑いぞ。と言った竹森伊太夫の声が耳によみがえったが、 江戸の女とこうなることが珍しく嬉しくてすぐに忘れた。正直なところ大したことはなかった。一五郎は女の肌に飢えていたので、女の巧みな体の動きであっという間に焦点してしまい、女はそれを知るとさっさと起き上がり、脱いだ着物を手早く身につけて、 元の座敷へ戻ってしまったのだ。半時近く、女のすすめる酒を飲んで一五郎は待った。あれもう住んでたんですかい忠司がやってきて目を丸くし。おめえ、ちゃんと旦那のお相手を務めたんだろうな。起きぬという豊島女はにっこりして。ねえ。 と一五郎に流し目をくれるので物足りなかったとも言えなかった茶屋を出たあと忠は一五郎をなじみらしい居酒屋へ軒並みに連れ歩き二人はしたたかに酒を飲んだそのあげく忠司は自分の住まいへ一五郎を連れてきたのである今日は お互いいい思いをしやしたねえ旦那二人並んで行がして天井の染みを見ながら忠次は言ったあのご隠居はね日本橋の羽衣屋といって大層な呉服屋の元主人でさ今は深川の海辺大工町のお屋敷を構えて出戻りの娘と その子の孫娘と三人で悠々と暮らしていなさる。今日連れていたのは孫娘でさ。それにしても親切なお人だな旦那が正直だからですよ。一日百二十文で毎日江戸見物をすると旦那言ったでしょあれでご隠居は参っちまった。あっしも、 胸がじーんとしやしたよ。どうしてだどうしてって。百二十文ですよ、旦那。今時百二十文なんてガキの小遣いにもなりゃしね。おっと、怒らねえでくださいよ。一五郎は黙って天井を見ていた。女と戯れたのと、酒の酔いで、 頭がぼんやりしている。ところで旦那、おいくつなんですもちろんお国に奥様やお子さんがいなさるんでしょうああ、子供は二人いる。四人暮らしですかいいや、年老いた母と弟、卒業遅れの妹もいる。へえ、途中児は言った。 こちらも酔って眠そうな声だ。羨ましいみてえだ。あっしなんざ、この世でたった一人ですよ。一人肉親はいないのかいましたがね。死んじまったんです。あっしの親父は、京橋の薬師問屋の通い番頭で、 気真面目を絵に描いたような男だった。足が十五の時に死んじまったんです。その頃はもう足はぐれていてね。ろくに家にも寄りつかず悪い仲間と遊び歩いてた。今日、両国で出会ったスリの小僧。あんな子供でしたよ。だから今日は見逃してやったんです。 親父が死んで間もなくお袋も死んじまった。妹が一人いたんですがね、これは二十歳まで水茶屋で働いていて、大棚の若主人に見そめられ、嫁に行くという寸前に流行り病で転びでした。結局、あしは一人きりになっちまった。お主はいくつだね二十五でさ。 どうして妻を迎えないのだへっと忠二は笑った。火消しのひらなんですよ、あっしは。勇とか言って生きがってはいるが、その日暮らしに困らねえだけでね。妻を迎えるなんてご体操な身分じゃねえんです。京橋のあの隠居とはよほど親しいのかあっしの金ずる。 出入り場と言いやすが、いつも走り使いを務めて暮らしの面倒を見てもらってるんです。飛び人足は多いんだが、あっしのことを気に入ってくれてね。どうしてだか。お主が正直者だからだろう。正直者へっと忠二は鼻で笑った。冗談はよしてくださいよ。 しかし、羨ましいのう。と一ろうはつぶやいた。天こ孤独か。一度そんな身分になってみたい。どうしてです家族を六にも抱えてみろ。どんなにわずらわしいかお主にはわかるまい。ましてや。 狭い国元の城下町。侍暮らしには、対面やら定裁やら、身分の上下やら。とにかく、面倒なことばかりだ。はあ、そんなもんですかね。ああ、そんなもんだ。その時、遠くに拍子儀を打つ音が聞こえた。 いけねえと中児が起き上がった。旦那五つですで、お屋敷まで送っていきましょう。一五郎も慌てて起き上がり、永代橋まで送ってくれた中児に別れを告げて、急ぎ足に判定へ向かった。一五郎は判明と自分の名を改めて告げ、遊びに来てくれ。 途中時に行った「田岡様妙な風亭の男が訪ねてきておりますが門番からの中心で田岡一五郎は判定の裏御門の外へ出てみた判定の前には掘割りの川がありその男は川の土手にたたずんでいた」。 半天もも引きは同じだが、半天の上に茶色の裾長の川羽織を着込んでいる。中字だった。左手に大きな坂どっくりを下げている。ようと一五郎は歩み寄った。あれから二ヶ月が過ぎている。この辺りは来ましたんでね。ちょっと寄ってみたんで。 よく来てくれたな。まあ入れよ。と、一五郎は、中司を門内に誘った。中司は遠慮して小さくなってついてくる。大名屋敷は初めてかなと、一五郎は聞き、中司がうなずくのを見て、判定の中を見物させた。広いんですね。驚いちまった。 いや我が藩などは狭い方だ。紀州、徳川家などは九朝四方もある。九州の大名でも、薩摩や久留米、福岡などは二朝四方のお屋敷構えだ。へえ、と中時は、案内された表庭や藩主の館、重臣たちの家などを珍しそうに見ていたが、だな、あそこに日の宮倉がありやす。 ちょっと拝見できねえでしょうか。裏手の小高い丘の上に立つ三層の櫓を指さした。日の見櫓ああ。お主は火消しだったな。いいだろう。みんながじろじろ足を睨んでます。いいんですかい構うものか。ここには出入りの町人たちが来る。 お主のその格好がちょっと珍しいだけだ。日のやぐらの下へ来ると、忠次は下からためつすがめつして、三条櫓です。ここの殿様は方角火消しなんだ。低したもんですね。どうだ上に上がってみるかとんでもないと忠次は右手をひらひらと胸前で泳がせた。 上には見張り場が二人います。町引けしが大病引けしの櫓の上に上がるなんざ、はった押されるのがオちですよ。そんなものかと一五郎は思い、丁内の案内を切り上げて自分のお長屋へ連れて行った。六畳一間の二階座敷に二人は向かい合って座り、飯け女に買いに行かせた豆腐と油揚げを魚にして、 中児の持ってきたとっくりの酒を飲んだ。はじめは緊張していた中児だが、酔いが回ると口も軽くなった。へえ、驚いたもんだ。足のうちと同じじゃねえですか。何にもないんだから。へえ、殺風景なもんですね。一人暮らしだ。 余分なものは他のことにしている。朝晩の飯はどうしてなさるんで同僚三人と共同で下女を一人雇って炊事をさせておる。本来はわしも私分だから、下女下男の一人ずつぐらいは雇わねばならんが、それでは江戸見物もろくにできぬ。他のお侍たちも旦那のようにせっせと出歩いていなさるんでいや、 みんなはめったに出歩かぬ。江戸口といってな、特にくださるお手当をがっちり貯めて、国へ持ち帰る者がいる。はあ。それでも女がいに行く者は多い。一年間だからな、身が持たぬ。女欲しさに銭を貯める侍もいるよ。わかった。それで馬鹿にされるんですよ。 金番侍はしつこくて、金離れは悪くて、嫌な客だと、岡場所の女たちは言ってますよ。そうだろうなと、一五郎は苦笑した。爪に火を灯して貯めた金で、結相を変えて女を買いに行く同僚の、たれ彼を思い浮かべた。こうやって見ると、ここらは、あっしらの裏長屋と変わりやしねえ。旦那。 お武家も町人も結局、同じなんですね。ああ、似たようなもんだ。だったら、何も言わることはねえ。日本雑誌なんて、町人たちの嫌われもんですよ。ちょっと、声を小さくしてくれ。と一五郎は言った。隣室に、同僚がいる。壁越しに聞こえるのだ。中治は黙り。 耳を壁に傾けた。本当だ。音が聞こえた。これじゃああっしらの裏長屋だ。足のとこはね、隣は夫婦ものでさ。夫婦でお祭り始めると全部筒抜けなんですよ。一人もには毒でさ。忠児は茶碗酒を一気に煽った。ところで旦那。 途中時は言った。先立てのご隠居が旦那に会いたいと言ってるんでさ。あのご隠居の道楽は魚釣りでね。旦那を釣り船に乗せて、江戸の魚釣りの面白さを教えてあげたい。そう言うんですよ。魚釣り市五郎は首をかしげた。本当に面白いのかねさあ。 月きでしょう。足はあんまり。どこで釣るのだ深川の沖合ですよ。佃島のあたりへ行くこともあります。江戸湾に船を浮かべての魚釣りなら、一度行ってみてもいいなと一五郎は思い、中治の誘いを承諾した。日時を決めたら迎えに来ると中治は言った。 中児が迎えに来て一五郎が連れて行かれたのは両国元町の船宿だった。先導を五人も抱えた大きな川船宿で、二階には荘園などを開ける座敷もある。五院居はその座敷で一五郎を待っていた。一人ではない。三十半ばかと見える丸顔の目元に愛嬌のある女と、 先日の孫娘を伴っていて、娘ですよ、出戻りでなあ、と女を一五郎に紹介した。貸しに屋根船が待っていて、すぐに乗り込んだ。船宿の女将が料理の重箱や酒どっくりなどを積み入れ、もやいを解き、お帰りに、お寄り遊ばせ。 と言いながら、へさきに手をかけて、とんと川燃え突き出す仕草をした。釣り道具も全部揃っていた。二丁立ての船で、先導は二人もいて、豪儀なものだ。大川を軽々と滑り出て、両国橋をくぐり、永代橋の下を走り、深川の沖合に出るまで、一五郎は珍しさに我を忘れていた。 百二十八軒もある永代橋を下から眺める、などという贅沢は考えたこともない。よく晴れた日で遠く霞がかかって、曹州三浦あたりが見え隠れしていた。手前には曹州や某州の山並みが横たわっている。品川沖には怒りを下ろした戦国船の帆柱が林立し、 鉄砲図からは船荷を満載した荷船が櫛の葉のように往来していた。屋根船よりは小さいチョキ船が釣り客を乗せて何十層も沖合に浮かんでいる。一五郎が驚いたのは釣り客の中に派手やかな衣装の女たちがいて、男と同様に釣竿を握っていることだ。 ご隠居の娘や孫にも釣竿は用意されていて、先導の一人がき切りで釣り針に餌をつけ、みんなが海に糸を垂らした。一五郎も中治と並んで釣り始めたが、面白いように釣れる。キスとハゼが多く、時々カレイやヒラメもかかった。女たちの糸にも魚がかかり、 一尾釣れるごとにご隠居の娘と孫はキャッキャと歓声を上げて騒ぐ。昼を回った頃には、百尾近い魚が釣れ、船頭が船の上で包丁を使って、釣りたての刺身を魚に昼毛を取った。お種という名のご隠居の娘が一五郎に寄り添って酒の尺をしてくれた。 女の胸元から香水の匂いがする。瓶油の匂いと混じり、酒のうまさも手伝って、一五郎は当然となった。こんな贅沢な気分を味わうのは、生まれて初めてだ。どうです江戸の魚釣りはとご隠居に聞かれ、極楽のようです。それにしても、 女将までお釣りに興じるとは、驚きました。あら、お国では女は釣りをしないんですかとお種が言った。いたしません。そんなことでもすれば、人に何と言われるか。武家に限らず、町屋の女でも同じです。窮屈なんですね。それはもう、 ふっと故郷の妻の顔を思い出し、姑や小獣とに遠慮してひっそりと物言わぬ日常を哀れに思ったが、すぐに脳裏から追い払った。こんな時に故郷の家族のことを考えるのはもったいない。酒を切り上げて食事にし、船宿の作った弁当を食い、再び釣りを始め、終わりにしたのは七つ頃だった。 屋根船は元のオーカーを逆に滑って元町の船宿の貸し場に着いた。女将が出迎えてみんなを二階座敷に案内した。夕げと酒の支度ができていた。そこまで世話になってはあんまりだと一五郎は思い、中座して帰ろうとしたが、ご隠居が効かない。忠児も盛んに引き止めるので、やむなく腰を据えた。 体が船に揺られているようで、酒の周りが早かった。川谷へ立とうと立ち上がったはずみにチゴ郎はよろけ、チ次がそばへやってきて支えてくれた。川谷までついてきてくれ。旦那、もげは四つでしょまだ時はある。ちょっと休んだらどうです休む ここでかさあさあと、中次は子供をあやすように促して、縁石とは違う小座敷に案内した。天井や吊り床がなまめかしく作られた小綺麗な座敷で、屏風の引き回しの向こうに寝具が敷いてある。あしが起こしてあげやす。しばらく寝てください。 本当に眠くなり、一五郎は袴を脱いで衣服のまま横たわった。どれくらい寝ていたのだろう。目覚めると、枕元の暗闘に火が灯っていた。誰かが座敷の隅に座っている。忠字かと思ったが、違った。 香水と瓶油の匂いがする。お種だった。お種は立ち上がって細いしごきを解き、ひじり面の下着を羽衣のように前開きにして、一五郎の枕元に座った。お侍さん、女に恥をかかさないでくださいね。 言うなり、寝具の中に横滑りに滑り込んできた。ちょ、ちょっと待ってくれと言いかけた口元に、女の唇がかぶさってきた。気痩せするたちなのだろう。太りじしのたっぷりと豊満な体で絡みつかれると、重いほどだった。一五郎の頭は、 まだ半ば眠っていて、女の言いなりに体が反応し、気がついた時には馬乗りの女の下になっていた。びっくりするような声で女は喘ぎ、腰を前後に揺り動かし、自分のものがちぎれるような感触を一五郎は覚えた。女は首筋から胸元まで汗を吹き出し、 額から流れる汗は一五郎の顔に滴り落ちた。女は何度も何度も達してあげく、一五郎がようやく終えると、くず折れるようにしてそばに横たわり、まだあえぎながら大きなため息をついた。ごめんなさいね、とお種は言った。 久しぶりなんです。本当に何年ぶりかしら。そうだろうと一五郎は思った。女がこれほどたくましく行為を楽しむのを初めて見た。あたし三十二なんです。やっぱり時には。 殿方といい思いもしたいんですよ。でもね、誰とでもというわけには、女は行きませんから。返事のしようがない。今、何刻ごろかなと一頃は女に聞いた。さっき、 四つの表紙見がなりました。よくお休みなんで、あたし。ずっとお目覚めを待ってたんです。四つ一五郎は羽ね起きようとした。その一五郎の体に女はすがりついた。ご門限は四つだと中二さんに聞きました。もう、間に合いませんよ。 しかし、中次は帰りましたよ。早くに。今夜は帰しません。あたしとここに泊まってくださいな。困る。明日は殿様のお供をして、江戸城へ。夜明けに帰ればいいわ。もうちまちの木戸も閉まっていて。 どうにもなりませんよ。うーん。と一五郎は腕組みして考え、女の言う通りだと思った。門限破りの同僚たちの例をいろいろと思い浮かべた。多くが二三ヶ月の外出禁止である。最悪の場合は国帰りで、一人だけ江戸から国元へ帰される。 元禄とか切腹などという例はなかった。仕方がないな。止まるほかあるまい。朝はちゃんと私が起こしてあげますから。女は嬉しそうに言い,い、裸のままの一五郎の下半身に手を触れてきた。 今度ははっきり目覚めていて、一五郎のそれはみるみるたくましくなった。田岡一五郎が深川富吉町の中寺の裏長屋を訪ねたのは、それから一月を経た日の早朝だった。 一五郎は鉄鋼家藩の旅自宅で頭には杉傘をかむり背中に包みを担っていた。忠次はまだ寝ていたが、戸を叩たたき鳴らされて起きてきて一五郎を見ると。旦那か。一体どうしたんですその格好は。別れを言いに来た。お主にはいろいろと世話になった。 というと、お国へうん。進められて、六条間の土間に面した縁側に腰をかけた。何かあったんですかいうん、と一五郎はうなずいた。あれっきりなんで、おかしいなとは思ってやした。やっぱり、あの時の。 まあ、そうだ忠次はうつむいて黙り込み「それでどんなことになったんで恐る恐るの口調で聞いたご覧のとおりだそれ以上は言うつもりもなかった一五郎は運が悪かったのだ これまで二三ヶ月の外出禁止で住んでいた門限破りが近頃は目に余るというので判定の重役たちの間で問題になっていた。一五郎の場合は判定の侍たちの見せしめとされたのである。お国帰りはまだ良い。三十五国八都の過禄から五国八都が削られたのだ。 申し訳ねえことをしやした。何と言って浴びたらいいのか。忠二は土間に突っ立って一五郎に頭を下げた。それからそばへ来て自分も腰をかけ。ご隠居に悪気はなかったんです。本当ですよ。旦那のことが気に入って、できれば出戻り娘にあんな男を世話してやりたいと。 世話ええ。まだ三十二の女盛りですからね。時々は男と楽しい目にも合わせてやりたいと思ったんでしょうしかしなんでわしを江戸には男はいくらでもいる。金番侍だからですよ。え一年こっきりでしょ あとれがねえんです。一五郎は驚いて忠児を見つめた。大金持ちですからね、あのご隠居は。出戻りのお種さんは、大した美人でもないけれど、妙な男と何されたら、あとが面倒だ。あの女。いや、お種さんは。 娘の頃から札付きの男好きで、まあ、詳しいことは言いませんが、ご隠居はこれまで苦い目に何度もあっているんでさ。一五郎は、激しかったお種のあの時の振る舞いを嫌でも思い出した。では、と一五郎は腰を上げた。 足も悪かった。しかし旦那も女ひでりだ。適当にお種さんと遊んで楽しんでもらったら、どっちにもいいと思ったんでさ。ごもげんのことも、ちゃんとお種さんには伝えておいたんです。旦那が泊まり込んでしまうとは、足は思っていなかった。本当です。いいんだ。お主が悪いわけではない。 本当にいろいろと世話になった。もう二度とわしは江戸へ来ることはない。楽しい思いをたっぷりとさせてもらった。よかったら旦那、ちょっとご隠居のところへ行きませんかお種さんにもちょっとお顔を見せて、それから、よろしく伝えてくれ。 脱いだすげがさをかむり直し、元気でいてくれ。早く初体を持つんだな。送ってきやす。せめて日本橋まで。やめてくれ。と一五郎は笑っていった。国に家族六人が待っている。そこへ戻るんだ。 江戸のことはもう忘れたよ。そうですかい。忠次はうなずいた。うらやましいですよ、旦那。六人も家族がいるんだから。わしもうらやましいよ。お主は一人で江戸で楽しんで暮らせるんだからな。 じゃあと言って、一五郎は背中を向け、まだ静かな裏長屋の路地を歩き出した。風がやや強い日で、日本橋へ向かう表通りには、土煙が舞い上がっていた。<music>